元町駅は兵庫県神戸市中央区にある西日本旅客鉄道、阪神電気鉄道の駅である。駅番号は JR 西日本が JRA62、阪神電気鉄道が HS33。所在地は JR 西日本が元町高架通り、阪神電気鉄道が元町通り2丁目である。地上の JR 西日本元町駅と地下の阪神。 元町駅は連絡通路で結ばれてはいるが、連絡改札口、連絡運輸扱いはなく、事実上別の駅である。かつて、阪神電鉄では、神戸元町駅と呼称していたこともあった。毎年12月に開催される神戸ルミナリエ会場へは当駅が最寄り駅の一つとなる。神戸市営地下鉄海岸線の急居留地、大丸前駅も最寄り駅ではあるが、当駅の方が、 利用客が多い。なお、神戸市営地下鉄海岸線の港元町駅は近隣であるが異なる駅である。JR 西日本の駅の乗り入れ路線は東海道本線であるがアーバンネットワークエリアに属しており、JR 神戸線の路線相性設定区間に含まれている。また、特定特市内制度における神戸市内エリアの駅で三宮駅、神戸駅、 新長田駅の各駅と同様に山陽新幹線の新神戸駅との連絡扱いを行っている。阪神電鉄の駅は阪神本線の終点かつ神戸高速線の起点となっている。神戸高速線は神戸高速鉄道が第三種鉄道事業者で阪神電鉄が第二種鉄道事業者として運行を行っており、神戸高速鉄道としての名称は 東西線となっている。この両線間は直通運転が行われている。JR 西日本の駅は、愛イか阪神の駅は、ピタパの各 IC 乗車カードの利用エリアに含まれており、それぞれ相互利用可能なカードにも対応している。百七十四年五月十一日に、大阪駅神戸駅間に関営鉄道が営業を開始した際、途中に神崎、西宮駅、 住吉駅、三宮駅の四駅が設置されたが、そのうち三宮駅は、現在地より西より、現在の東駅付近に設けられていた。この時は地上に線路が付設されており、名前の通り、三宮神社に近い位置に設けられた三宮駅は、相対式ホームが、曲線上にあるだけの中間駅となっていた。その後、昭和に入ると、神戸市の都市計画に絡み、 市街を分断する形になっていた鉄道商船を地下線とする案が市から出された。鉄道省は費用の問題もあり、これを高架線に変更して1929年3月から工事に取り掛かり、都市計画との絡みで1931年10月10日の完成とともに現在地へ駅が移転された。しかし、地元からは旧地も市街地となっていたことから、 9、三宮駅の位置に、再び駅を設置してほしいと請願が出された。そのため、1934年7月20日、水田駅と山陽本線須磨駅の間が電化されて、商船電車の運転が開始された際、塚本駅、立花駅、甲子園口駅、六甲道駅の各駅とともに当地に駅が設けられ、神戸市の原型となった町で1874年に、神戸村、 二つ、茶屋村、橋宇ど村が合併してできた時の名である、元町日並、元町駅と命名された。三宮神社の最寄り駅が、三宮駅、三宮駅ではなく東駅である背景には、以上のような経緯がある。開業時は、高架線上に、やはり相対式ホームが設けられていたが、1937年に、同駅を挟む区間が複々線化され、 現行の形態になった。阪神電気鉄道の元町駅は1936年に本線の暫定的終端駅として開業した。もともと阪神の本線は開業以来神戸市外の区間を平洋軌道としており、1905年4月の開業当初は三ノ宮、1912年11月からはそこから南へ下った場所に滝道駅というターミナル駅を 設置して、市電と接続を取っていた。しかし後に、阪神急行電鉄によって、神戸線が1920年7月に開業。また、上記のように鉄道省東海道本線でも、阪神間において、電車の運転が計画されると、平洋軌道を残したままでは、将来的に、スピードと輸送力の両面でそれらに対抗できなくなる、ことが明白となったため、 高架内市地下線で解消しようという動きが強まった。そして1933年6月に地下線を完成させ、三宮の地下に新たな同社のターミナルとなる神戸駅が設置された。だが、阪急もその頃、神戸線の神戸ターミナルを高架線にて三宮に乗り入れさせることをしと協議がまとまり、工事に取り掛かろうとしていたため、阪神では、 さらなる対抗策を画策した。そして第二阪神線として、既存の本線よりも、速達運転の可能な路線の付設計画を立てると、共に、従来の阪神と同じように平洋軌道で、兵庫駅まで乗り入れを行っていた、山陽電気鉄道が別線で、港川への延伸を計画していたため、それと接続する形で、 三宮から港側に至る区間の免許を1934年3月に取得した。そして免許取得区間のうち、古くから市街地となっていた元町までを特管で建設し、当面の阪急への対抗とすることにした。工事は、阪急の三宮乗り入れ開業に間に合わせるように、急ピッチで進められ、最終的には阪急より半月早い百三十六年三月に、 開業。これに伴いそれまでの神戸駅も三宮駅に改称された。港川への延伸が予定されていたため、元町駅は当初より中間駅構造が採用され、その一部は留置線として活用された。第二次世界大戦末期の1945年3月28日からは営業休止となった。 軍需企業の正規工業所が航空機用エンジンの歯車を生産する工程の一部を元町駅構内の地下ホームや線路に設けた工場に移転させた。同年11月から営業を再開した。港側方面への延伸、第二阪神線の敷設は資金不足と戦争による資材不足もあって実現せず、元町は戦後もしばらく阪神の神戸川集団として機能した。 神戸市電を代替する目的も兼ねて、神戸高速鉄道の計画が持ち上がると、阪神では港側への延伸免許を執行させるとともに、それへの乗り入れを決定。1968年4月7日の東西線開業で同線への直通、さらにはそれを介しての山陽電気鉄道本線との相互直通運転が開始された。 島式ホーム2面4線を有する航海機である。分岐機や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。改札口は東西2カ所にあり、緑の窓口は東口に、エレベーターは西口に設置されている。直営駅。乗り場尾行台や非中時間帯は1時間に12本、停車する。朝ラッシュ時は本数が多くなる。 島式ホーム一面二線を有する地下駅で改札口は東西二カ所にある。大阪側に両渡り線があるため停留所ではない。2010年9月30日までは阪神と神戸高速鉄道の共同使用駅であったが翌10月1日より阪神の単独駅となった。ただし、当駅で免許所有の取扱いが変わり、西本町駅側は 阪神神戸高速線としての第2種鉄道事業区間及び神戸高速鉄道東西線としての第3種鉄道事業区間であり、また以前の営業形態で設定されていた運賃制度を引き継いでいるため、西本町駅方面の乗車券は連絡乗車券として扱われる。大阪南馬駅を除く近畿日本鉄道線内の駅からは当駅までの乗車券が購入できる。 かつては、阪神本線の大半の普通列車が東駅始発、終着であったが、東駅には対比線がないので、現行ダイヤでは、朝晩の一部列車を除き高速神戸駅までの運行とされている。さらに、阪神最終列車の中には、東駅終着の特急や、急行も設定されていたが、現行ダイヤでは普通列車2本のみである。なお、東駅から阪神南場線、 近鉄奈良線方面に直通する列車は、土休日運転の奈良駅快速急行の3本があるが、これらの列車は、阪神車両での運用となる。西改札口は、日本中央競馬会ウィンズ神戸 A 館の真下にある。東駅阪神神戸三宮駅間は、阪神本線であるが、並行する神戸高速線の花熊駅阪急神戸。 三宮駅間との整合を図るため特定運賃が適用されており、初乗り運賃は神戸高速線と同一の130円である。また、西本町駅伊勢春日がの道駅等の神戸高速線阪神本線総合間の連絡乗車券の運賃協会は当駅ではなく神戸、三宮駅となる。当駅は発車メロディと接近メロディが流れる。また高速神戸行の阪急神戸、 三宮方面からの接続列車の案内と、山陽電気鉄道、神戸電鉄方面への連絡案内が流れる。自動放送はどちらも各駅停車の故障となっている。エレベーターは西口のみに、ホームから改札へのが1機と改札から地上へのが1機、それぞれ通り抜け型が設置されている。またエスカレーターは西口、東口の両方に設置されているが、西口は、 階段部分の幅が狭いタイプのエスカレーターが使用されており、地上へは西口の南側のみに設置されている。1947年1月、東口と西口を結ぶ地下通路の開通に伴い地下街、阪神メトロ街が設けられた。2015年7月時点では、居酒屋やスナックなど36店舗が営業する。しかし、2014年に、 阪急電鉄の13駅前の飲食店街で火災が発生したことなどを受けて火災発生時などの安全確保を理由に同地下街のテナント化死主である阪神電鉄は2016年春をもって地下街を閉鎖することを一度は決定したが店主や利用客からは存続を求める声が寄せられており2016年8月時点では23店舗が営業を続けている 当駅には2キロ4 0 0のキロポストが設置されているが、これは神戸三宮駅から当駅までは港側までの延伸線の一部として開業したためで、港側からの距離が記されている。乗り場2019年度の1日あたりの乗車人員は35,932人で、これは JR 西日本の駅の中では第18位であり、新快速通過駅では茨城駅に次ぐ、 第2位である。兵庫県内の JR 西日本の駅では、三宮駅、神戸駅、明石駅、姫路駅、天ヶ崎駅に次ぐ、第6位である。2019年度の1日あたりの乗車人員は9273人で、ある。2016年度、本線33駅中14位。2019年度の1日あたりの乗車人員は6191人で、ある。 近年の1日平均乗車人員は、下表の通りである。当駅は、神戸随一の繁華街に位置し、最寄りに、大丸神戸店、トアロードもある。周囲はをはじめ、年間を通して賑わう。隣接する、西の JR 神戸駅へは、元町高架通り商店街、東の神戸三宮駅へは、ピアザ神戸が伸びている。そのため一部を除いて、 雨を避けて通行することが可能である。駅南側駅北側 JR の駅北側には、阪急電鉄神戸高速線が地上に出るトンネル高校があるが、駅は設置されていない。ありがとうございます。